これは私の友人の、仮に名前を藤川君と、しておこうと思うんですけど、その彼から聞いた話なんですね。で、結構つい最近なんか経験した話ということで、いや、なんかまさかこんな、変な体験を俺がするとは思わなかったなっていうふうに、彼は言ったんですけど、要するに、彼はそういう経験を全然したことがなくて、何か例を見たとかそういうこともなかったんですね、今まで。で、その彼が経験をした話なんですけど、彼はよくよく若者だったらあるんですけど、YouTube がすごい好きで、YouTube で動画を再生してて、どん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 見てって、主にでも見てるのは、アーティストのプロモーションビデオですね、ミュージシャンですね、の歌ってる、姿が出てる、ビデオとかを見たりとか、曲を聞きたいからね、曲だけを聴いて、ずっと、それを聴きながらなんか他の作業をしてるっていうことが結構多かったんですね。で、彼はいつものようになんかYouTube で、音楽を流しながら、ヘッドホンつけて、で、他のことでやりながら聴いたんですね、音楽を。で、なんか、しばらく聴いていると、なんか、あるアーティストの、プロモーションビデオですね、で、曲が流れている。なんかその曲の感想のところで、なんか人の声が聞こえたみたいなんですよ。で、なんか人の声が聞こえたと思って、もう誰かが呼んだのかなって、ヘッドホンしてるから、外からの音ってあんま聞こえないんだけど、たまに藤川くんのお母さんとかが、なんかご飯よって呼んだりするのはたまに聞こえるので、あれ誰か呼んだのかなと思って振り返って、でも、なんか誰もヘッドホンを取って聞いても、誰もなんか、そんな声をかけてる感じじゃない。あれおかしいなと思って、もう一回ヘッドホンつけて、またずっと聞いてて。で、またなんか違うアーティストの、また PV の流れてる時ですね。にまた、人の声みたいなのが入ってる。なんか、なんですかね。言うなれば、電車の中とかでたまにいますけど、サラリーマンのおじさんとかで、独り言をすごい、うにゃ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 って言ってる人いますけど、なんか、って言ってるような、そういうような、なんて言ってるかわかんないんだけども、何か喋ってるような声っていうのは聞こえるんですね。おかしいなと思って、もう一回ちょっと、一回止めて、再生の場所をもうちょっと戻して、もう一回同じとこ聞いてみるんですけど、今度は聞こえないんですよね。なんで、ふっとなんか他のことを、やってるので、集中がその音楽じゃない方向に向かった時とかに、急にって言って、音が入ってる。うわ、なんか気持ち悪いなと思って、これでも、なんかどっか、外からもしかしたら、なんか喋ってる人の声とかが、たまたま聞こえてきただけなのかもな、っていうふうに、なんとなく思いながら、いたんですね。で、なんか気持ち悪いなと思って、やったんですけど、なんかそれが何分かおきに続いたみたいなんですよ。で、何分かおきに続いて、しばらくやったんですけど、なんか気づいたんですね。だんだん声が大きくなってるんですよ。で、最初なんか、って言っているような感じなんですね。それがだんだん、って言ってるような感じの。音が大きくなってる。で、だん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 なんか男の人の声っぽいな。で、なんか、結構しかも年がいってるおじさんがそれぐらいの感じの声だな。っていうのもだんだん分かってくる。なんか、音大きくなってきてるぞ、これ。つって。で、藤川くんはなんか焦ったというか、なんだこれっていうふうに思ったんですね。で、逆に今度、そうなってくると気になってくるんですよね。これ何なんだろう？パソコンの音拾っちゃってんのかな？別の音とか。おかしいなって思いながら、ちょっと気になったんで、ヘッドホンを耳にしっかりつけながら、音をちゃんと聞こうと思って、集中してたんですね。音楽の方に。で、しばらく集中して、聞いたら、うにゃ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 うに
つって、こうより真剣にこうスッと聞こうとしたら、聞くなって声が聞こえたんですね。うわって思って、こう思わずこうヘッドホン外して、うわ、何今のって言って、こう辺りをキョロキョロした。っていうのも、そのヘッドホンから聞こえたんじゃなくて、藤川君のこの頭の後ろのこの辺りから、聞くなっていう風な感じで
声が聞こえたんですね。で、まあ、そうやって思わずこう振り返ったりキョロキョロしたんですけど、まあ、誰もいないですね、案の定。で、うわ、気持ち悪い、怖いな、これなんだっつって言って、藤川君は、まあ、とりあえずこのヘッドホン外して、音楽も消して、まあ、その日はもうそのままにしたんですね。で、まあ、その後、その藤川君は、ちょっとまあ、笑いながら、いや、だって、聞くなって言っても、その声を聞くななのか、音楽を聞くななのかも分かんないから、ちょっと、気持ち悪いし怖かったから、とりあえず全部消したんですよね、つって。って言って笑っていたんですけど、実はですね、この話、まあ、僕は、その藤川君から聞いたの結構最近なんですけど、聞いて、まあ私の方でこう話をこうどんどんまとめてこうお話しさせてもらってるんですけど、その話を聞いてまとめてる時ですね、私も YouTube を聞くのがすごい好きで、いろんなアーティストの、曲聞いたりしてるんですけど、まあ、なんか、まあ、あるアーティストの曲を聴いて、なんか、ノリノリで、こう、ノリノリでっていう感じですけど、まあ、カタ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 やりながら、藤川君の話、怖いなって思いながら書いたんですけど、不思議なことにですね、私がこう、曲を聴きながら書いた、その時に、聞こえるんですよね、その、声が。で、まあ、どんな声かっていうと、っていう感じの、なんかうなってるような声がずっと入ってるんですね。こう曲の間奏とかもう歌ってるところ関係なしに。で、ボーカルが歌ってる時の、なんて、ボーカルの方が音が強いはずなのに、その音がずーっと入ってる。で、おかしいなと思って、こうヘッドホンをパッて取って、見るとでも聞こえない。おかしいなと思って、また戻す。で、また聞こえる。うーって言ってる。っていうようなことになって。まあ私の方の経験した話ってのはそこまでなんですけど、いや、なんかこう、YouTube もそうですけど、何かそういうインターネットを使ったりとかしてると、なんか変なことが起こったりっていうのは、時々話に聞くので、もし、今こう、私の動画を見てくれてる、方も、もしかしたら何か聞こえるかもしれないので、その時は気をつけて、いただければなと思います。そんな話でした。